僕はやはり、まあ、下の部分ですかね、やっぱり。はい、結構やはり、どうしても、僕は試合によって変えるんですよ。ちょっと相手選手に危険な選手がいると、パット入りを入れて、完全に備えるっていう。で、そういう選手がいないときには、まあ、何もパット入ってないものをつけたりっていう。パット入りのもの、パット入りありますよ、相手によって。どういう相手が一番？いや、やっぱり大きなビッグマンがいるチームはやっぱり怖いですね。やっぱりどうしてもやっぱりビッグマンなので、膝の高さが僕のももにあるんですよ。だから本当に少し接触しただけでも、本当にもう次の試合に出れない状況になってしまうので、それだけは避けなきゃいけない。なので必ずちょっと危ないビッグマンがいるときには必ずつける。結構そういう選手多いと思います。多いと思いますね。結構パット入りのをつけてる選手結構多いですね。やはり接触がやっぱり多いので、やっぱり体でもつけてる選手、いますし。いや、本当にパット入りは本当に僕が衝撃を受けたぐらいなので、本当にこう、まあ、怪我の予防に確実になると思いますし、本当に昔はそういった、まあ、細かい怪我は多かったんですけど、まあ、ほぼもうそういうこともなく、もうここまで来れましたし、ましてもう年齢も49歳になってまで、まだプロ選手としてやれるのは、やっぱりこういった商品が、まあ、ある意味、陰で支えてくれてるからこそ、まあ、長くプレーできるのかなというふうに思います。